こんにちは、見え合いもあるで、マイアミチャンネルです。今日は皆さんに、新名神高速道路を紹介します。2008年に開通した新名神は、名古屋、神戸間を、三重県を経由して、直線でつなぐ、新動脈としての役割を果たします。今回は、ご当地色の強い、鈴鹿パーキングエリアと、江南パーキングエリアに向かいました。こんにちは。今日は新名神高速道路やっていこうと思います。新名神は2008年に開通、三重県の四日市から神戸をつなぎます。まあ、一部まだ工事中の区間あるんですけど、2026年に全線開通。これ全線開通すると東名阪を経由して名古屋から神戸まで直線でつながります。今回は新名神のパーキングエリア2つ紹介したいと思います。まずは鈴鹿パーキングエリアです。鈴鹿といえばね、もう鈴鹿サーキットが有名なんですけど、この鈴鹿パーキングエリアはそのサーキット色が強いです。もう入ると早速展示されてます。これはホンダが参戦して2回目に優勝した時のマシンかな。これはだいたい半年に1回ぐらいマシンが入れ替わります。フードコートがあって、で松坂牛の串焼きとかもあるんですけど、レーシングスーツとかね、もうサーキット色一色のコーナーもあります。また鈴鹿サーキットのグッズやお菓子なんかも多数揃えてます。では試しに買ってみましょう。こちらはアスファルトせんべいですね。でも見た目はもうアスファルトなんですけど、もう中身は普通の塩味のせんべいです。続きましてタイヤカスサキイカです。これはサキイカをタイヤカスに見立てて作られたものなんですけど、まあ味は普通のサキイカでした。まあこんな注意書きもあるんですけど、まあ、間違えるアホはいないと思います。続きましてトイレですね。これ流すとF1 レースの音がします。以上、鈴鹿パーキングエリア紹介しました。続きまして滋賀県甲賀市の江南パーキングエリアですね。これ上り線のパーキングエリアを紹介しようと思います。鈴鹿が F1 なら、まあ、こちらは忍者って感じですね。忍者一色のパーキングエリアです。フードコートで忍術うどんを注文してみました。巻物と手裏剣が入ってますね。でフードコートで忍術うどんを食べるんですけど、フードコートのところどころに、忍者が潜んでいるので、あんまり落ち着いて食べれなかったです。続いてこちら忍者バーガーですね。まあ、こちらはもうすごい腹持ちが良くて、中はキャベツとチキンが入ってます。ここは自動販売機も忍者仕様です。このパーキングエリアの2階は資料館になってますね。いろいろな忍者の資料が展示されてます。ちょっと新名神から離れまして、こちらは JR 甲賀駅ですね。まあ、甲賀駅ももう忍者一色で、
こちらは壁の至るところに忍者のトリックアートが描かれています。このトリックアートはここで写真を撮ると忍者を捕まえているような、写真が撮れると、そういうことです。ぜひ試してみてください。駅前には忍者の銅像があります。駅前の県道沿いの飛び出し坊やはもちろん忍者仕様です。この県道もちょっと走るとこんな看板もあります。この先忍者飛び出す。でもあとこんなんもいるしよ。そして高架駅の隣の油火駅はもう忍者屋敷そのものですね。これは地元の小学生がデザインして作られた駅舎です。またのろけ話の続きになるんですが、9月になっても依然として緊急事態宣言が出ているのですが、ゆっくりとしかし確実に結婚の準備を進めています。11月から12月くらいには嬉しい報告ができると思うのですが、一足先にこのチャンネルで嫁さんを紹介します。いずれこのチャンネルで何らかの形で携わってくれると思います。今回はね、新名神高速道路とマイアミ嫁紹介しました。ご視聴ありがとうございました。より一層のご声援よろしくお願いします。